はい、ということで皆さんおはようございます。緊急事態が起こりました。俺は水曜日と土曜日だけシマパト押さえとけばいいと思ってたら、なんと火曜日にこのね見て大感謝祭があるということで、ちょっと予定をずらして今日はね急遽シマパトに行ってこようと思います。いや待って、なんかすごい顔丸、まあ、とにかくちょっとシマパト行ってくるわ、本気で行ってきます。ということで、まずは一つ目は、それがね、早速欲しかったキャラクターのこれ。トゥルーン、こちら、ボンレス犬の巾着でございまーす。これね、インスタ見てくれてる人はわかるかもしれないんだけど、インスタのストーリーに載せたやつ。え、ちょっと待って、可愛すぎんこれ。え、これやばいね。もうこれ。ボンレス猫の匂いがするわ。でもさ、これめっちゃ可愛くない？もうボンレス犬とボンレス猫がここにね、ほらこんな感じで写ってるんだけど、もう可愛すぎてやばい。どうしようこれ。いやマジどこから見てもこれ可愛すぎる。でこれさ、表だけでもさめっちゃ可愛いじゃん。でもね、後ろにするとこれよこれ。やばすぎんこれ。しかもね、このさ抱きついてる感じとか、この反対向き合ってるのとか、マジ可愛すぎるよね。いや、これさ、総柄だけでも可愛いのに、もう見た瞬間さ、このラベルと一緒でマジ可愛すぎるんだよね。あ、で、ちょっと名前遅くなっちゃったけど、で、これが今回広告の品で、巾着ボンレス WH ってやつで、お値段390円の税込み429円でございました。で、これ買いに行った時は、他のキャラクターのは何個かあったのに、ボンレス犬のはね、全部1種類しかありませんでした。だから全部ボンレス犬はラス1。ってことで、もしかしたらめっちゃ人気なのかもしれない。回転の時に行ってもらう時になかったってことは、前日に売れたのかな。で、これ外してみるとこんな感じで、閉めるとね、ほら、このボンレス犬のこの巾着がマジ可愛すぎん。え、ちょっと待って、これ後ろも可愛いし、もう可愛いしか言いようがないよね。今日可愛いだけの説明でいいかな。いや、中物入れてみるで。じゃあ早速ね、物を入れてみるんだけど、これさ、みんな、また除菌ティッシュどうせ入れるんでしょって思ったでしょ？思った？俺がそんなに毎回入れると思う？ということで、濃度が濃い除菌ティッシュ入れてみようと思います。ってことで、これさ、でもさ、思わない？これちっちゃいのなら入るでしょって思うけど、おっきいの入りそうにないじゃん。でもね、これ入れるじゃん。入れるとほら、今ね、おっきい除菌ティッシュ入れたんだけど、これちょうどだよ。サイズすごくない？厚みとかも全部サイズはね、これほら、このおっきい除菌ティッシュで本当にちょうどいい。え、みんなボンレス犬好き？ボンレス犬派なのか、ボンレス猫が好きなのか、みんな教えてね。またアンケート取るよ。じゃあ次はね、2個目なんだけど、最近いつも使ってるポーチこれなんだよねって言ったのみんな覚えてる？それがね、これこれ。それがね、これ。え、さっきなかったけど、それは気にしない。今置いたから。で、今使ってるのがね、このね、チーカーのポーチと、このポチャッコのポーチ使ってるんだけど、このね、チーカーの方のこのポーチ、すごい使いやすくて、このね、下と上に分かれてるのがめっちゃ便利なの。で、まぁ、チーカー好きなのもあるから、まぁ、チーカーと、ハチワレで可愛いなと思って使ってるんだけど、同じ形のもう一個欲しいなと思ってたんだよね。そしたら、ちょうど、これとね、同じタイプが、出たんだよね。それがね、こちら。ってことで、お次2個目がこちらでございます。ってて、はい、さっきもボンレス犬買ったから、どうせボンレス犬買ったんでしょって思った人。はい、正解です。ということで、ボンレス犬のこちら、ボンレス犬とボンレス猫のこちら2段ポーチでございます。やばいね。やっぱりいいよね。さっきのとセットで持っても、絶対可愛いやつだし、これそう、チーカーと合わせても、マジで可愛くない？で、これの名前が、2段ポーチボンレス W ってやつで、さっきのは WH って書いてたけど、H はどこ行った？で、お値段が890円の税込み979円でございまーす。これもね、今回の広告の品です。で、表はね、こんな感じで、よく見かけるボンレス犬とボンレス猫のこのコンビの感じなんだけど、後ろはね、ほら、こんな感じでね、総柄になってるの。可愛すぎんこれ。ちょっと待って。いや、可愛すぎたわ。ということで、まず表はこんな感じでーす。ほら、こんな感じで。なんかね、このボンレス猫の方がスティック持ってるイメージ強いんだよね。可愛いよね。表がこんな感じ。で、後ろは、ほら、こんな感じでーす。このスティック持ってる感じが、よくラインスタンプで使われてるイメージ。これめっちゃ可愛くない？で、やっぱりこの抱き合ってるのとかも可愛いよね。で、チャームとジッパーはこんな感じになっていて、下の方はね、ダブルジッパーになってまーす。ゴールドとやっぱブラックかっこいいよね。まず下から見ていこっか。では、下の方オープン！ドゥドゥン。スムーズです。じゃあこちらオープン。リリリリー。おー、中はね、漆黒のブラックです。いいね、やっぱこの黒い方がいろいろ見やすいし、俺的にはね、黒はおすすめの高い。っていうか、下黒いとちょっとコンパクトに見えるな。で、まだいいよ。で、メインの方開けると、中はというと、ディニニー。
お、こっちも黒い。こんな感じになってます。で、ここにね、ボンレス犬とボンレス猫のロゴが入ってます。可愛いね。文字だけでも可愛く感じるロゴって何が違うんだろう。今回のはさ、なんかすごいなんか可愛いけど高見え感もあって、これはねマジでいいと思う。で、これの詳しい要領とかは前回ね、これ紹介してる動画があるので、こっちから見てみてください。いや、ボンレス犬って本当に可愛いなって思うし、めっちゃいいなって思うんだけど、やっぱりそんなにボンレス犬のグッズばっかりちょっと買ってこないじゃん。ということで、ちょっと次は変えようと思って、次はね、これ買いました。ゼゼン!ボンレス犬とボンレス猫のこちらトートバッグでございます。可愛すぎるやろ。しょうがないな。買わないでしょと思っても、買う人はいるんだよ。いっぱい。あ、私もボンレス犬好きですっていう人は絶対コメントしてね。あ、ボンレス猫でもいいよ。ちなみに俺はどっちかというと、ボンレス犬派です。で、お次もね、これ広告の品なんですけど、これはね、もう表に大きくほら、こんな感じで、二人が写ってる感じで、これ後ろはね、予想外にも、今総柄だと思ったでしょ?無地なんだよね。ほら、もうみんな気づいた。ここにさ、ほら、外ボケあるのすごくない?外ボケついてるのって、便利なんだよね。で、これの名前が広告の品で、ミニトート、ボンレス犬 WH です。はい、ここできました。なぜポーチだけ、WH じゃなくて W だったの?知っている方、情報も求めます。で、お値段は、これめっちゃお買い得で、490円の税込み539円です。トートバッグでこれでさ、500円ぐらいってめっちゃお得じゃない?で、さっきも言ってたり、表はこんな感じで、裏はね、こんな感じなんだけど、外ボケがね、ほら、1個、2個あって、この外ボケはね、結構大きい感じなんだよね。だから iPhone XR も、これ普通に余裕で入っちゃうし、この間買ったこのコンパクト財布も横にしたまま、ほら、普通にね、入っちゃいます。すごいこれ、便利だよね。で、これね、真ん中のところは、ほら見て、こんな感じで、スナップボタンになってて、持ち手がね、中に入ってたから分からなかったんだけど、持ち手出してみるとさ、ほら、キャンバス上でね、すごいしっかりしたやつになってまーす。もう、厚みもちょうどいいし、やっぱこういうのって持ちやすさ一番だよね、丈夫さと。あ、ちなみにこれ全部キャンバス上です。ということで、中見てみましょう。中は、デリーン!こんな感じでーす。中はね、こんな感じになってて、特に内ポケットとかはないんだけど、大きく使えて、この端のところには、さっきと同じね、ロゴがついてます。このロゴが大事だよね。で、中入れてみると、ほら、こんな感じになりました。中入れてみるとさ、長財布も全然普通に入っちゃうし、タオルとか、ポーチ入れても全然余裕で入ったし、あとはエコバッグとかもね、外に入れたりとか、あとね、スマホも外に入れたりとかで、ちょっとしたお出かけにはね、本当にこれ一番いいと思います。ということで、お次こそ、ボンレス犬以外のものの最後です。いつもさ、3つだけさ、4つ目って幻じゃない?ということで、4つ目は幻のこのアイテムです。ってことで、これはね、もう見た瞬間、実物いいじゃんと思って買ったやつ。ってことで、お次がこちら!ルルルーン!こちらでございます!ディズニーの中では俺の二押し、こちら、チップ&デイでーす!待って、これ、めっちゃ可愛いでしょ。あと他にもね、ピンクのプーさんとブルーのプーさんがいたんだけど、で、チップデイでもネイビーがあったんだよね。なんだけど、ま、このね、ブラウンが唯一1個しかなくて、しかもチップ&デイでこれはいいなと思って買いました。で、これもね、広告の品で、お値段990円の税込み1089円。名前が CD 寄り添い 2way です。CD? あ、チップ&デイか。で、このバッグが、まず表がこんな感じで、裏がね、こんな感じなんだけど、これみんなわかる?まあ、このチップデール、めっちゃ可愛いし、この刺繍な感じがめっちゃクオリティ高いじゃん。でもね、これは確かにそうなの。でも上行って、この上のロゴまでもが刺繍って珍しくない?まあ、大体キャラクター刺繍に、なんかちょっとラベルつけましたみたいな感じなのに、上のね、このロゴまで刺繍なんだよね。これマジ激アツすぎでしょ。で、生地もキャンバス調でしっかりしてるし、表にはね、こんな感じで外ポケットもついてるんだよね。で、これキャンバス調なんだけど、結構ね、なんかポケットにはゆとりがあって、すごい出し入れもしやすい感じ。ちょっと待って。今気づいたわ。これ表のポケットだけじゃなくて、これさ、横見ると、見て横にもサイドポケットが、左右にね、ちゃんとついてます。で、サイドポケットはね、いつも使ってる、ちょっとこの小さめの、このエコバッグ。これだったらね、ちょうどぴったりで入りました。これをね、左右に入れておくのも便利かも。で、これさ、ストラップ取り外せるからさ、これ外したらほら、普通にトートバッグにもなるからいいよね。で、中見ようと思ったんだけど、見て。これ、ファスナー付き。外はボタンとかないけど、メインはね、しっかりファスナー付いてます。ということで、開けていきましょう。オープン。はい、スムーズです。ということで、中、オープン。リリリリリリー。お、結構広い。で、中見てみるとね、こんな感じ。結構パイピングもしっかりしてるし、持ちも広いし、中にもね、ほら、こんな感じで内ポケットがついてるから、すごい便利。カードケースとか、ティッシュとか入れるにもいいよね。で、中に尻かけるは、今回はいませんでした。で、中に入れてみると、こんな感じなんだけど、さっきのね、実はボンレス犬のトートバッグをなんか丸々移し替えました。で、俺入らないと思ってたんだけど、見て、この長財布。長財布これ入れて、他も入れて、この状態で、ほら見て、ちゃんと、
しっかり閉まります。でこれ開けてみてもほら全然余裕で入るんだよね。すごくない？これなかなか高機能なんじゃないかな。いやこれコスパいいし可愛いしで、このチップデールがお相撲を取ってるような感じもめっちゃいいよね。はい、というわけで本日は緊急に行った島端活動報告でございました。で今回の大感謝祭セールが今月の23日から28日までの5日間やってるみたいだから、みんなね欲しいのとかあったら早めに行くことをおすすめします。ボンレス券はマジで全部ラスイチだったから、マジでまさに島端しなきゃいけないかもだよ。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE やってます。よかったら追加のフォローよろしくお願いします。いつもコメントとそしてチャンネル登録してくれてる人ありがとうございます。またね、みんなの島本活動報告も待ってるし、また近いうち島本活動報告もやっていこうと思います。それにブラックフライデーあるしね。黒の金曜日、皆様お楽しみ。それではまた皆様明日お会いいたしましょう。いつも見てくれてありがとう。バイバイ。コメントいつも本当にみんなありがとう。見てるからね、ちゃんと。僕はそこで見てるけど、どこにも行ったりしないよ。